でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテに、レナさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。何がです？出てくるんですよ、お社様って単語が。お社様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜な自宅にやってくるっていうんですよ。枕元に立って自分を見下ろすんだって。その後しばらくして雛見沢に引っ越されたんです。ああそうそう、レナさんはよそ者なんかじゃないですよ。え？住民票で分かったんですが、竜宮一家は元は雛見沢の住人です。レナさんがちょうど小学校に上がるときに茨城へ引っ越されたんです。前原さん、大丈夫ですか？もう終わりにしましょうか。レナのことは分かりました。じゃあその最後の被害者の富武さんはどうなんですか？誰と接点があるんですか？全員ですよ。お忘れですか、前原さん。みんなで楽しくお祭りの晩を過ごしたじゃないですか。何人もの警官が皆さんの楽しそうな様子を見ていますよ。そろそろ出ましょう。ああ、前原さん、お昼の薬は飲みましたか？お家の前まで送りましょう。今日は病気でお休みだったんですよね。長々とお話してしまって申し訳ありませんでした。なんで俺に話すんですか？私一応確認しましたよね。お話やめましょうかって。じゃなくて、どうして俺に接触してきたんですか？私ね、今年で定年なんです。定年したら婆様の意向で引っ越しちゃう予定なんですよ。だからこそ在職中にこの事件だけははっきりさせておきたかったんです。で、大石さんは疑ってるんですよね、みんなを。これはこの道30年の勘です。前原さん、危ないのはあなた。
私は今年で定年ですから、来年の綿流しの日にはもういません。だから今年中に決着をつけたいのです。所長からも注意を受けています。一連の事件は個々に解決しているから蒸し返すなというんです。これは一種の圧力です。圧力って何のですか？ひなみ沢の誰かです。着きました。この辺でいいですか？今日の話は全て忘れてくださっても結構です。ですが私は捜査を続けますよ。お社様のたたりは今年で終わらせます。何かあったら連絡しろってことですか？いいんですよ。前原さんがどうしても連絡したくなった時だけでいいんです。ゆっくり休んでください。病気でお休みの時によくない話ばかりして申し訳ありませんでしたね。私はいつでもあなたの味方です。それだけは信じといてくださいよ。それじゃあ失礼。畜生、俺、死にたくないよ。もしもし、前原ですけど。お、生きてた。もしもし、ミオンだけど、具合はどう？ん？圭一のお友達ですか？圭一は休んでますけど。変わりましょうか？え？あ、お父様です？あ、すみません。バカで、引っかかってやがるよ。元気そうで安心したよ。レナもすっごく心配してたよ。サトコはざまあないですわって喜んでたな。リカちゃんは病気でかわいそうかわいそうですってさ。ちぇ、みんなで勝手に大盛り上がりしてたみたいだな。まあまあ。でさ、ケイちゃん、お見舞いに行っちゃ都合悪いかな。お見舞い？いいよそんな、重病人ってわけじゃないんだから。うちのバッチャが山ほどおはぎを作ってさ、お裾分けに持ってけって言ってんだよ。だから持ってくね。おいおい、風がうつっても知らねえぞ。おじさんもレナもおバカさんだから大丈夫。
じゃね、すぐ行くから。どんな感じ？ちゃんと薬飲んで寝てた？そりゃもうしっかりとな。元気そうでよかった。心配してたんだよ。悪かったな。明日にはもう大丈夫だよ。ちょっとお邪魔しようかと思ったけど、まだ本調子じゃないみたいだね。ん？そうか？じゃあこれ、ケイチくん、みーちゃんのおばあちゃんが作ってくれたおはぎだよ。あ、サンキューな。ミオンのばあちゃんによろしく伝えといてくれよ。その中にね、レナが作ったのも混じってるんだよ。ケイチ君に見つけられるかな。これ、おはぎにアルファベットがついてるから、明日解凍すること。お見舞いなのか部活なのか、どっちかにしろ。うんうん、元気元気。これなら明日は大丈夫そうだね。この騒ぎで熱がぶり返したらどうしてくれんだよ。まったく。みーちゃん、あんまり騒いじゃ悪いよ。もう行こう。お家の人にも怒られるよ。そうだね、もう行こっかね。あ、そうそう、ケイちゃん。なんだよ。お昼、何食べた？表で食べたよ。ケイチ君、お昼は外食だったんだね。どう？美味しかった？なんでそんなことを聞くんだよ。渋いおじさまとご一緒だったみたいだけど、誰？へえ、ケイチ君、それ誰？ひょっとしてこの間の人かな？かな？なんでそんなことわかるんだよ。さーてね、
おじさんにわからないことはないからね。で、ケイちゃん、何のお話をしてたの？ずいぶんと熱くなってたみたいだけど。みんなの話はしてないよ。ミオンともレナとも関係ない。聞いてもないのにレナたちの名前が出るなんて、なんだか怪しいな。ま、何を隠れてやろうとも、おじさんにはすべてお見通しってこと。それだけを忘れないでくれればいいかな。ケイチ君、顔色悪いよ。もう横になった方がいいと思うな。そうだね。私たちはもう帰ろう。明日学校休んじゃ嫌だよ。何バカなこと考えてんだよ、俺。
あ、そうだ。おはぎ食べないと。どれがレナの手作りか当てないといけないんだよな。この一個が、レなのか否かが、勝負の分かれ目みたいだな。よし、お茶も準備 OK。 まずはディフェンディングチャンピオンのミオンのばあちゃんからだ。どれ。うん。